けいちゃん、浮かない顔してどうしたの？さあ、今日の部活は何しよっかね。みおん、悪い。今日、俺、帰るわ。あれあれ、けいちゃん、どうしたの？食べ過ぎ？それとも飲み過ぎ？それとも何過ぎ？何にも過ぎてねえよ！ああ、そうそう。今日はレナの家に片付け物を手伝いに行くことになってんだよ。うん、そうなの。レナの大事な可愛いものがとうとうお庭から溢れてきちゃってね。レナ一人じゃ片付けられないの。じゃあ仕方ないね。それじゃあおじさんは明日の部活メニューと罰ゲームでも考えておくかな。ねえケイチ君、今日エンジェルモートに行ってみようよ。ああ、しーちゃんにさとこちゃんの居場所をちゃんと聞かなくちゃ。やっぱりちゃんと話をしないと不安だよね。ケイチ、顔が怖いのです。あ、脅かすつもりはなかったのです。ごめんなさいなのです。それよりもケイチ、
ちょっと来てほしいのです。はうーん。レナもそんな風にリカちゃんに見つめられたいな。レナは、ちょっと待っていてほしいのです。すぐに戻ってくるのですよ。なんだろう、リカちゃん。じゃあ、レナはここで待ってるね。ああ、すぐ戻ってくると思う。リカちゃん、話って何？この前、圭一に聞きましたね。圭一たちがやってはならないことをやったのは、この際どうでもいいのです。圭一、教えてください。サトコはどこにいるのですか？しっかりしてくださいなのです。僕の話をちゃんと聞いてください。圭一、圭一がしたことは里子のためだったのでしょう。僕にだってそんなことは分かっているのです。あっ。
はならないことを圭一たちがやってしまったことはこの際問題じゃないのです。でも聡子は、早く聡子を連れ戻さないと。私のことは問題じゃないのです。聡子を早く連れ戻してください。さもないと。聡子を連れ戻さないとどうなるんだ。どこ死にます。どういうことだ。これだけ言ってもそういうのなら、本当に圭一は知らないのね。まさかこんな展開なんて。リカちゃん、サトコの居場所はシオンが知ってるはずなんだ。レナとこれからエンジェルモートに行くんだ。シオンに話を聞きに。リカちゃんも来るか。わかりました。休み？せっかく来てくれたのにすまないな。シオンちゃんは今日はシフトに入ってないんだろう。昨日も来てないし。次はいつ出勤なんですか？圭一君。次の出勤なんて、そんな悠長なことを言ってる場合じゃないよ。店長さん。急な用事があって、しーちゃんの家に行きたいんですけど、お家を教えてもらえないでしょうか。急な用事？シオンに頼まれ事をしているんですけど、ちょっとわからないことがあって。
シオンちゃんに住所は誰にも教えるなって言われてたからな。いくらお友達でもどうしたものか。どうしても今日じゃないとダメなんです。会って直接話をしたいんです。お願いなのです。わかった。私から教えたことは内緒で頼むよ。はい。ありがとうございます。ありがとうなのです。このご恩は一生忘れません。そんな大げさな。やっぱその雑貨ってのは金持ちなんだな。失礼。人がいるとは思わなかったもので。あの、しーちゃんのお家はここですか？そうですが、園崎しおんに何か？いますか？いや、シオンさんはまだ帰っていません。どこへ行ったのですか？さあ、私には分かりかねます。急ぎますので失礼ですが、これで。あの、シオンさんのこと待たせてもらってもいいですか？ご自由に。ともかくここでシーちゃんを待ってみようよ。学校からまだ帰ってきてないのかも。
方ないのです。み、ケイチ、お菓子がありますよ。ああ、いただくよ。こんなところでお揃いですか。また会いましたね、前原さん。もう帰ろうと思っていたところでした。ケイチ君、探してたんですよ、前原さん。竜宮さん。おやおや、今日は新しいメンバーが加わりましたね。フルデのご当主様が何のご用ですか。帰ろう、リカちゃん。シオンさん、帰ってきてないんですよね。どこに行っちゃったんでしょうね。さあ、買い物か何かじゃないですか。それがおかしいんです。ずっと帰ってきてないんですよ。ずっと。祭りの晩からね。そうでしょ？おかしいんですよ。祭りの日にはバイトをしていて、翌日には図書館で顔を合わせている。それなのに家には帰ってこない。これ一体どういうことでしょうね。嘘だろ。昨日確かに会ったんです。あなたも見たじゃないですか。何かの間違いじゃないんですか。
間違いならいいんですけどね。駐輪場にあるスクーターご覧になりました？スクーター？シオンさん、どこへ行くにもスクーターで出かけていたじゃないですか。例えば一昨日、日南沢に行った時とかね。え、南沢に行ったんですか？私もわかりませんよ。例えばの話です。でもですね、私はさっき重大な事実に気づきました。そのスクーター、私の勘違いだったんです。勘違い？ほほー、前原さん、私の勘違いに興味あるみたいですね。別に、あなたが何を考えていようと俺たちには関係ありませんから。聞かれなくても教えてあげちゃいますよ。そのスクーター、園崎紫音のものじゃありませんでした。同じ型番ですが、ナンバーが他県のものでした。この意味わかります？全然わかりません。したら、さとこはもう手遅れかもしれないのです。失礼します。はい、どうも。私はもう少しここでシオンさんを待ってみますよ。さとこちゃんの家、行ってみよう。